いきなり明るくなったね。霧の発生範囲はここまでのようですね。エリーズ街道、ロレント市からおよそ60セルジュの地点と。霧の範囲内に魔獣はいないし、なんとか安全は確保できそうね。うん、そうね。他の街道もこの調子で調べていけばいいわけね。酔いしれたかな？
休み、子猫ちゃんたち。ここなら何か釣れそう。ここならな。
酔いしれたかな？酔いしれたかな？子猫ちゃんたち。酔いしれたかな？ジークお願い！はあ！
Thank you.
心ですね。退屈だな。ちょっといい？お、なんだい？私たちギルドから来たものなんだけど、あなたが依頼を出してたペシュールさん？おう、その通りだよ。よかった、来てくれたんだな。うん、一応お話だけでも聞かせてもらいに来たわ。掲示板によると何か調査の依頼みたいね。ああ、実はロレントにある釣り場の調査を頼みたいんだ。詳しい手順についてはまた後で説明するとして、でどうだろう、やってもらえそうかな。それぐらい問題ないわ、任せてくれていいわよ。いやー、ありがとう。やっぱり困った時は遊撃士に頼むに限るよな。でも何のために釣り場なんて調べてるの？わざわざミラまで出して。ああ、実を言うと私はあの長江師団の団員でね、もうじき仲間たちと釣りの講習会を開く予定なのさ。でその候補地のロレントでいろいろと下調べ中ってわけなんだ。ほう、釣りの講習会か。文化的で結構な話だね。へへ、いい企画だろ。オートでも大盛況だったし、次はもっと盛り上がると思うよ。本当ならこの調査も自分でやりたかったんだけど、あいにくの霧だからな、プロに頼むことにしたのさ。なるほどね、調査の目的は分かったわ。それで具体的には何を調べてくればいいの？ああ、お願いしたいのは釣り場の位置の確認さ。どこで魚が釣れたのか、それを報告してほしいんだ。それってつまり良さそうな水辺を見つけて一匹釣ってみればいいってこと？お、そういうことさ。なんだか嬉しそうだけど、もしかして釣り好きなのかい？それなりにね。仕事で釣りができるとは思ってもみなかったけど。へえ、遊撃士さんにもお仲間がいたとはね。あ、まあ、それなら今度の仕事は息抜き代わりにやってくれよ。所詮釣りは道楽だからね。ま、手は抜かないけど、そう言ってくれると助かるわ。じゃあ早速釣り場を探しに行ってくるわね。一通り洗い出せたらまた報告に戻ってくるから。
なあ、よろしく頼むよ。それじゃあ、気をつけてね。ここを越えるとグランセル地方よ。寄り道してる暇はないわ。ここもかなり霧が出てるわね。ここがエステルさんのお家ですね。趣味人らしいこだわりが感じられる家だね。そういうもんかしら。お茶くらいご馳走するから、よかったら上がっていってよ。お茶の用意は私がするわ。あんたは屋根裏部屋に上がった方がいいみたいね。屋根裏部屋？なんで？ほら、あれよ。ああ、そっか。さすがにこの霧じゃ、家の中が湿っちゃうわね。やっぱりうちは落ち着くわ。外が霧だらけだから余計にそう思うのかもしれないけど。それはあるかもね。しかしシェラ君、なかなか勝手知ったる手際の良さじゃないか。そりゃまあね。ここの家とは随分長い付き合いだし、私のお母さんが生きていた頃からだから、もう10年以上になるかな。ええ、そうなるわね。確かシェラザードさんは旅の一座にいらっしゃったとか。どんな風にエステルさんとお知り合いになったんですか？それはね、
ちょっと知らねえ。いいじゃないの、昔の話だし。あれは12年前、うちの一座がロレントに興行に来た時だったかしら。その頃のエステルは今以上に好奇心旺盛な怖いもの知らずでね。興行の後、一人で私たちの天幕に遊びに来ちゃったのよ。旅芸人の一座なんていわばよそ者じゃない？普通興行以外で地元の人が近寄ることなんてなかったから、最初はみんな戸惑ってたけど、まあとにかく物おじしない子でね。毎日遊びに来るうちにすぐにみんなに気に入られちゃってたわ。もちろん私も含めてね。そんなある日、日が暮れてからエステルが帰ることがあって、仕方なく私が家までエステルを送って行ったのよ。カシウス先生とレナさん、エステルのお母さんと知り合ったのはその時だったわ。そんなことがあったのかい。物おじしない性格は昔からだったんですね。さすがに4歳の時だからあんまり覚えてないんだけど、でもその時から知らねえ、巡業でロレントに来るたびにうちに遊びに来るようになったのよね。そうだったわね。しかしシェラ君、旅の一座にいた君がどうしてリベールで遊撃士に？いろいろと事情があってね。8年前遊撃士になろうと思った時、カシウス先生を頼ることにしたの。それ以来ずっとリベールにいるわね。うん、なるほどね。あ、そういえばあの、その頃にはもうヨシアさんもいたんですか？あ、ううん、ヨシアが引き取られたのはその3年後くらいかな。知らねえが声優劇士になるために王国中を回ってた頃だったよね。旅から帰ってきたら見知らぬ男の子を紹介されてね。さすがにちょっとびっくりしたわ。ここなら何か釣れそうね。
そこにいるのは先輩たちですか？あら、リッチじゃない。もうオートに出発するんだ。うん、お客さんも全員集まったからね。向こうに着いたらついでにオート支部にも顔を出してくるよ。ご苦労様。先輩たちこそ霧の調査ご苦労様です。街道の状況はどうですか？エリーズ街道の方はあまり霧は広がっていないわ。少し歩いたらすぐに視界が開けるはずよ。うう、助かりました。それじゃ僕はこれで失礼します。それでは皆さん、オートに向けて出発しましょう。僕から離れないでくださいね。おお、よろしく頼むぞ。頼むわよ、遊撃士さん。お疲れ様。無事に目的を達成できたみたいね。何か依頼を達成したらまた報告に来てちょうだい。